さあ、ではいよいよ最優秀主演女優賞の発表になります。では今年の最優秀主演女優賞の発表をします。おっと、これは何かあったのでしょうか。素人さん大集合、パコってもみもみ、朝まで100連発、斉藤琴音さんです。おっと、今年はなんと AV 作品からの受賞となります。今年の最優秀主演女優賞は AV 作品からの受賞となります。これはアカデミー賞始まって以来の快挙になりますね。さあ、なんと今年は数ある映画作品を抑え、素人 AV 作品からの受賞となります。さあ、今トロフィーが手渡されました。この後斉藤琴音さんのスピーチになります。さあ、一体どんなスピーチになるのでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。今回、このような素敵な賞をまさか私がいただけるなんて思ってもいませんでした。ありがとうございます。素人女優の斉藤琴音と申します。今回アカデミー賞をいただいた、きっかけになるパコモミ、こちらの AV では本当に朝まで100連発ということで、あえてこう自分がこう参加した時に何も聞かされてなかったもので、なんか急に1人目2人目始まっちゃって、なんだろうみたいな、なんだこれって自分の中ですごいびっくりしてて、戸惑いと緊張がちょっと入り混じって、1人目2人目とかは全然うまくいかなかったというか、ちょっと何が起こってるかわからなかったので、そういった感じだったんですけど、5人目ぐらいかな、5人目6人目ぐらいからまだな気持ちよくなってきて、これなら楽しくやれそうだなって思ってたんですけど、13人目くらいからちょっと結構100なんだよなって、これ100やるんだよなってこう思った時に、なんかちょっと辛くて、これできるかなって、すごいこれできるのかなって不安になるところもすごいあって、でもその度に撮影スタッフの現場の方々や、男優さん、そして素人のみんなに頑張れって、大丈夫だよできるよって、琴音ちゃんならできるよってすごい励ましてもらって、すごい励まされて、このアカデミー賞という素晴らしい賞をいただけたので、もう私一人の力で勝ち取った賞ではないなって、もうパコモミ全員でいただいた賞だなっていうのを深く痛感しております。本当にありがとうございます。なんかこのアカデミー賞の先ほどお名前を呼んでもらった時も、まさか私がって、本当にいいんですかって、本当に私がこの素敵な賞をいただけるのかって思った時に、もう頭が真っ白になっちゃって、名前を呼ばれた瞬間に、なんかこれが本当の行くってことなんだなって、100連発の中で何回か行ったんですけど、これが行くってことなんだって、だから今ずっ
っと気持ちいい状態が今すごい続いてて、今ずっと気持ちいいです。今本当に気持ちいいです。本当にありがとうございます。もう最後にあのパコモミを見ていただいた皆さん、そしてこの場にいる全員の方に本当にありがとうございましたという、もう言葉で表しがたい感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございました。Hello everyone. My name is Kotone Saito. My every Paco movie is very hard, by very hard six movie. 106 every day. My ecstasy is six culture is new style six culture. Thank you.I love you. 本当にありがとうございました。さあ、今年の最優秀主演女優賞は斉藤こと、お、おー。